今日これやっとくよ。あトーマスと競争、うわこれめっちゃ懐かしいな。これやろ、これドナルドとダグラスです。双子の機関車ですよ。これなんか連打だった記憶あるな。こんにちは、僕トーマス。僕アンパンマンデイチュー。これから他の機関車と競争するんだ。あ、パーティーじゃないやね。誰？ヘンリー。これは強敵だな。うん。やばい、緊張する緊張する。うん。やばい、どこ押す？どのボタン？エディ？エディ？ここ何でも言えない。よっしゃい！うわー！うわーい！くっさ、見せてやれヘンリーに、おめえの走りを。僕は機関車トーマスさ。やばい、タンク機関車トーマスさ。わおわお、冷たい視線が風の中。ごめん、全然違う。よっしゃい。あれ多分ね、落ち込んでる側のヘンリー出てくるよ。みんな見てて。おう、めっちゃ押したね。ヘンリー、ヘンリー、あれ喜んでるな。また遊ぼうね。敗北者。我々ね、右から左からゴードン、ヘンリー、トーマス、パーシー、ジェームス、トビーですね。あ、僕の推し行こうか。エドワード、長沢から。エドワードさん、僕のね、推しですね。何度も言う、おっかいエドワードが死ぬほど好きやね。まあそういう人多いんじゃないかな。どうでしょう、おっかいエドワードが死ぬほど。これはね、クランキーとトーマスとパーシーです。あの、おっかいね、エドワードがめっちゃ好きなんですよ。やっぱエドワード好きな人はやっぱ真面目なんですよね。おい、エドワード、エドワードね、2つなんですよ、車輪が。あの、ピストンっていうか。おう。いやね、僕、エドワードがね、車輪のこの、何やろ、この、くっつけてる軸みたいな、外さないといけない回めっちゃ好きやね。いろんな機関車が出てきて、これはね、ジェームスですね。おう、これパーシー、パーシー、パーシーもね、2番目ですけど、僕なんかとりあえずね、すべてパーシーと答えてたらしい、昔。親が言ってた。全部の機関車パーシーって言ってたので、パーシー、それか、なんか緑って言ってたらしい。一応なよな、これやん、決まったのよ。ヘンリー、ヘンリー、ヘンリー。うわ、これ懐かしい。そうそうそう、色変わるんよ。ヘンリーと間違い探しをしよう。間違い探しがいいかな。ゴードと線路をつな、あ、これめっちゃ懐かしい。これはダッグですね。右、ダッグ、ダッグ、右にいる。モンタギューだったかな、本名は。おや、線路の先の様子が変だぞ。うわ、これ懐かしい。これ難かった記憶ある。これむずいねん、ちょっと。これやな。四角じゃないかな。落ち着けば確かに。やばいな、こんな状況ないからな、普段。大丈夫かな、こんな急にカカンってならん。え止まればよくらい。単品やん、ゴードン。なんか客車でも繋いでるんかと思った。よくないな、そういう方。ゴードン単品やから事故してもいいっていうわけではないもんな。ごめんなさい。よーし。正しい線路を選んでくれ。丸じゃない、丸な気する。その線路じゃないぞ、もう一度選ぶんだ。え、四角か、四角か。その線路じゃないぞ、もう一度選ぶんだ。いや、やばい、ゴードがもうつけてしまった。松本、え、わからない。ああ、ごめんね。すげえ。どうやって失敗もあったが、なんとかたどり着けたな。ありがとう。ちょっとあれ、虚無ってるやん。ごめんやん。ごめん、ほんまにごめんやん。顔を覚えよう、顔言ってみる。あ、これバーティー、バーティー。これはよくトーマスと競争しようぞ、競争して遊んじゃおうよのとバーティーですね。君はトーマス。え、結構これ難しくない？この中で丸やね、でもこれだね。みんなわかった？それじゃあ合っているかどうか確かめてみよう。僕の顔を覚えてるなんてさすがだね。当たり前や、親の顔より見たトーマスよ。これこれ、トップハムハット教と機関車を作ろう。君も機関
はい、ボ、ボディ？うわぁ、そうそう、うわぁ、こんなあったあった。あー普通やで、ね、結構。あーちょっとラスティっぽい形ね。あー4種類かな。いやーんー、いやでもこれにしようかな、これ強そう。うわこの、この音めっちゃ好きやった。色か。あー青はね結構多いからね、ソドウ島には。うーん、緑も意外とおるからね。この色とかあんまおらんな。うわ4種類しかないんか。いやーでもね、黒っぽいのにしたらあれやもんな。いやでもこの車体にあるのは緑から。顔、あーえ、なんか勇敢な感じかな。あーこれはまあまあまあトーマス風の真面目な感じかね。あーこれは優しそうな。うんうん。いやこれしかないやろ。もう一気に悪い被害者になったね。煙突ね、やっぱ煙突大事で。ああ普通のやつや、トーマスっぽい感じのね。ちょっと大きいね。ああ、はい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 。何これ。空き缶。空き缶にしましょう。なんかね、シャベルか汽笛鳴らすかなんかだったよな、確か。さすがにしゃべりはしなかった。こっちずっと睨んでたよ。煙突と屋根の色は、やった。めっちゃ忠実にやったね。真面目な部分が出たわ。闇パーシー。これボルダー。